皆さんお疲れ様です。スカイデアーキテクツの中村てです。はい、今回なんですけれども、世間はですね、夏休みということで、建築学生さんにね、一気に建築知識をつけてもらいたいなということで、勉強系のね動画を撮ってみようかと思います。ということで、今回はタイトルにある通り、モダニズムって結局何っていうところをね、お話ししていこうかなというふうに思っております。意外と答えられない建築の社会人の方も多いんじゃないですかね。建築学生さんってどうですか？答えられますかね？で、絶対に学生であったらモダニズムって習うと思うんですよ、授業とかでね。でも結局何って聞かれると、なんだっけなみたいに、どうだっけなってなる方って多いと思うんですよ。それって、まあ、僕もそうだったんですけど、本当にね、建築学科の教科書とかね、建築の教授ってね、なんか難しい言葉で語ったり書いてあったりして、結局何なのかよくわからないみたいなね、っていうのがね、結構あるあるだと思うんで、今回はすごく簡単にモダニズムについてまとめたので、お話ししていきたいなというふうに思っております。もしかしたらね、詳しい方とか勉強したりしてる人にとってはね、情報不足に感じる方も多いかと思うんですけど、まあ一般的にね、このくらい知っておけば、まあモダニズムいいかなっていうところをね、ちょっとお話ししていこうと思います。それではスタート。はい、ということで、今ここかな、ここにモダニズムって結局何っていうプレゼンボードを1枚まとめたので、これについて説明していこうと思います。まあ、モダニズムって結局何っていうことなんですけど、まあ、モダンとイズムですよね。で、まあ、モダンっていうのは近代的っていう意味ですね。で、イズムっていうのは、まあ、思想とかそういう概念なんですけど、モダニズムって何っていうのを調べると、近代主義っていう形で出てくるのが多いかと思います。で、近代主義と一緒に出てくるのは、まあ、合理主義とか機能主義、主義主義って出てきて、結局何なのっていうのもね、あると思うんで、今回はね、合理主義、機能主義についても簡単にご説明していこうと思います。はい、でまずモダニズムって結局何ってことなんですけど、まあ、いつ起きたっていうことも含めて話すと、20世紀初頭、1900年ですねに起きた、まあ、芸術運動ですよということになります。でこれは建築だけではなくて、文学とか絵画とかアート、ランドスケープにも同じような芸術運動が起きてます。まあ、その時の時代に起きた芸術運動ですよってことを覚えてもらえればいいかなと思います。で、次に、まあ、なぜ起きたのかというところなんですけど、これは1840年に起きた産業革命によって、鉄とかガラスとかコンクリート等の建築材料が、まあ、出てきたってこと。それと、二つ目が、そういう建築材料みたいなものが大量生産が、まあ、可能になったということが理由になります。つまりは、この鉄とかガラスとかコンクリートっていう新しい建築材料を使って、新しい建築を、まあ、作っていこうと。いう運動になっています。で、どんな運動というのをちょっと詳しく話していこうと思うんですけど、ここに書いてある通り、歴史主義からの脱却が、運動の内容になってますね。また主義って出てきたんですけど、まあ、一体どういうことなのかっていうと、モダニズムが起きる前っていうのは、建築のね、様式っていうものを建物のコンセプトにして建築を作ってたんですよね。で、例えばバロック建築で言えば、軸線を意図的に作ったり楕円にしたりして、ダイナミックな、ね、空間を作るっていう、まあ、コンセプトがあったんですよね。逆にルネサンスで言えば、集中とか急進的な平面という意味で、まあ、静かな空間を作ろうという、そういうコンセプトみたいなものが当時はね、様式としてあったんですよね。そういう様式によって建物を作っていこうっていうものではなくて、モダニズムっていうのは、まあ、産業革命によって新しく出てきた建築材料で、過去の様式っていうものにとらわれない新しい建築を模索していこうといった芸術運動ってことになります。で、次になんですけど、新しい材料で新しい建築を作ろうっていうのは分かったと。じゃあどういうコンセプトで建築を作ろうかなっていうことになったわけですよね。今までは様式っていうものをコンセプトに建物を作ってましたね。その様式を使わなくなった建築家っていうのは、作るべき建築の用途と建築の完成形ですね、形態のその間で迷ったんですよ。一体どういうコンセプトで建築を作ろうかなっていうことに迷ったわけですよね。そんな中で出てきた様式に変わるもの、それが合理主義と機能主義になります。それまで様式っていうもので建物を作ってたんですけど、合理主義っていうものは、グリッドとか幾何学とか、構造とか経済性、そういったものに配慮して建物を作ったらいいんじゃないかということを言ったわけですよ。で、
構造とか経済性っていうのは、鉄筋コンクリート、そういう新しい材料ができてきたことで、コルビジェの、まあ、ドミノシステムのように、柱と梁、ラーメン構造っていうものが出てきたりですとか、ミース・ファンデルローエが言った、レス・イズ・モアですね、少ないことは良いことだみたいな、そういった、経済性みたいなものに配慮して建物を作っていったらいいんじゃないかと、まあ、つまり合理的なものを建物を作る上でのコンセプトにしたってことですね。で、次に機能主義っていうものは、用途にはそれぞれ機能があると、ありますよね。例えば教会であれば、祈る場所っていうものが必要ですよね。どのくらいの大きさのこういう形の祈る場所がいると、そういったものをそのまま建物の形態にしていこうと、用途にはそれぞれ機能があるから、そこから形を作ろうといったもの、それが機能主義になります。で、一番有名なのはルイス・サリバンが言った、まあ、形態は機能に従うっていう言葉、これは有名ですよね。このようにですね、モダニズムっていうものは現代の建築の、まあ、基礎になってるわけなんで、みんなね中心的に学んだりするわけなんですけど、コルビジェが言ったね近代建築五原則とか、すごい建築の歴史的には重要視されてるわけですよね。一方でですね、合理的とか機能的に建物を作っていこうっていう流れに対して、それって実は建築の可能性を狭めてんじゃないの意見も出てきたわけですよ。それがモダニズムの、まあ、次に来るものとか対立して語られるものなんですけど、合理主義とか機能主義と、まあ、対立して語られている表現主義、それとモダニズムの後ですよね、やっぱり、もっと建築って自由でもいいんじゃないのっていう、そういった考えで、ポストモダンというものに、変わっていく流れになっています。それが、まあ、モダニズムのすごい簡単なね概略になっています。で、右側にですね、モダニズム、まあ、関係してる芸術運動みたいなものをちょっと並べてみたんですけど、まあ、言葉的には重要なので、モダニズムと一緒にね、まあ、覚えていってもらいたいなというふうに思うんですけど、簡単にまあご説明すると、一番上ですね、アーツ&クラフツ運動、まあ、これ1888年で、モダニズムの前っていうふうにも言われてるんですけど、産業革命によって、まあ、大量生産が可能になったわけですよね。で、そんな中で利益優先の製品というものが出てきたわけですよね。その製品というものが、まあ、質的にはあまり高くなくて、使いにくさというものがまあ問題になったわけですよ。で、そんな中で再び、まあ、手仕事の、ね、重要性みたいなものを説いた運動になってます。ただですね、これは機械の否定というだけではなくて、使いやすくて美しい製品を作ろうっていうね運動でもあるので、モダニズムと関連した運動として取り上げられることが多いですね。で、次にドイツ工作連盟なんですけど、工場製品を規格化してデザインへっていうふうに、まあ、記載させていただいてるんですけど、モダニズムにおける、まあ、問題点みたいなものもアーツ&クラフト運動と、まあ、同じように考えられていて、工場製品っていうものがデザインのセンスがあんまりないとか、その工場製品を作ることで職人の技術の低下みたいなものが、まあ、起きてしまうというのを問題点にしていたわけですよね。で、そんな中で建築家だけじゃなくて職人さんとかデザイナーですね、あと、まあ、政治家とか銀行員とかいろんな業界の人を、集めて工場製品というものを規格化してデザイン性が高いものと質の向上を同時に図っていこうといった運動になってます。で、次に、バウハウス、これはモダニズムの新しい材料で新しい建築形式を作っていこうっていうものを、まあ、教える学校になってます、まあ、そういった学校っていうのもあるんですけど、まあ、ガラスの校舎っていうのがモダニズム建築の一つとして有名ですよね。で、次に CIAM って書いて CIAM って言うんですけど、近代建築国際会議になります。これは国家を超えて建築家を、まあ、集めて近代化の、まあ、動向であったりですとか問題点というものを、まあ、集めて共有して解決していこうっていう議論の場ですね。そういったものが、まあ、開かれたよと。で、最後にインターナショナルスタイルっていうものなんですけど、近代化の、まあ、芸術運動の流れですね、それを一括りにしてグロピウスがこの年代のキャッチフレーズみたいなものとして付けたのがインターナショナルスタイルっていうものになっています。いろんな言葉が出てきて難しいかと思うんですけど、モダニズムとね並行してちょっと覚えておいてもらえればなというふうに思っております。はい、ということで、最後なんですけど、モダニズムと別に、まあ、モダンデザインっていう言葉が、あるかと思います。社会に出てからもね結構頻繁にねモダンなデザインがいいっていうねワードって結構言われたりするんですけど、
まあ、モダンデザインっていうものの言葉の意味としては近代っていう意味ではなくて、まあ、現代的で新しいものっていうね、そういったニュアンスで使われることが結構多いですね。こういったね、モダニズムとモダンデザインっていうのはね、少し意味が違ったりもしてるので、皆さんね、恥かかないようにね、こういったことはしっかり覚えて間違えずにね、使っていってほしいかなというふうに思います。ということで、本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。